本日は吉本興業の芸人のプラスマイナス岩橋が今田耕司の性接待とダウンタウン浜田のドッグフード事件について暴露した件について紹介します。1月17日にプラスマイナスの岩橋が自身の X にて、俺も昔松本さんじゃないけど先輩に綺麗な女の子連れてったな、まあ上納か、ほんでその人があっさりホテル持って帰って俺なんて空気みたいな扱いやったから後で腹立ってきて、ほんでその人テレビで結婚できひんとか松本さんはそんな人じゃないですって言ってて、いやお前やんって突っ込んでもたと、松本人志以外の芸人に自身が女性を献上した過去を明かしました。この暴露に対して世間の反応は、今田さん勘違いならすいません、確実に今田耕司ですね、他に該当する者がいません、今田耕司確定です、その今田も松本のために女の子ナンパして連れて行ってましたから、これは本人が言ってた事実なので、今ちゃんは後輩に慕われてると思ってたけどそうでもないんか、未だに結婚してない今田さん、誰かわかるてアナザースカイかしら、こういう状況だからこそ今田と思って発言してしまったのか、今田が頭に浮かんだ今田さんのことを言ってるような気がしたんだけども、どうなんでしょうか、今丸さんか、言うたらあかんやつ、まあ昔の話ですし独身やしいいかと、今田耕司が独身の大物芸人であることやワイドナショーで松本人志を擁護していたことから疑惑の声が相次いでいます。そして岩橋が自身の女性献上を暴露した翌日に今回の X の投稿について TikTok ライブにて心境を明かしました。 X にて内容を要約してくれている方がいたのでそちらを紹介します。プラスマイナス岩橋さん TikTok、 松本さんとは関わりない、自分は女性に対して上納システムのつもりはない、普通のコンパ感覚だった、権力者スポンサー社長にもっとひどい許せないパワハラを受けた先輩に30年間怯えて生きてきた、人生一度だけなのにこのまま黙って終わりたくないと思った、問題発言をした覚悟はある、自分はどうなっても構わないが劇場漫才出番だけは子供の養育費があるのでなくさないでほしい、そうなると戦う、ポスト当日子供の頃からの強迫性神経症が楽しみにしてたことも90分発作が収まらず台無しになり、もういなくなりたいと思い正直な気持ちを投稿した、前段のパワハラの方が許せない、一例、スポンサー社長には人前でドッグフードを食べさせられてた、その様子を見て高笑いされた、浜田さんも一緒に笑う、内心これの何が面白いの、こんなん本当に面白くない、世の中正直者が損するけど今回のポストは悪いことしたとは思ってないと、岩橋さんはいなくなってもいいという覚悟のもと先輩芸人の性接待を告発したことと、ダウンタウン浜田にスポンサー社長からドッグフードを食べさせられている自分を笑われたことを暴露しました。この岩橋の TikTok ライブでの暴露に対して世間の反応は、プラスマイナス岩橋、家族のために都内に家を買った矢先昨年に離婚、強迫性障害と診断される、先月駅で倒れて緊急搬送、メンタルクリニックを門前払いされる、昨今の吉本のごたごた、これらの心労が重なった結果精神が不安定になり自暴自棄になってあの暴露につながったのだろうか、強迫性障害の影響か、やってはいけないことだと分かっていることでも衝動的にやってしまうとたびたびエピソードとして語られてて、ファンの間では有名だけど、あと岩橋はもともと猛烈なエゴ様でもあるから、今回のことで心ないポストを見てさらに精神的に追い詰められるのではないかとシンプルに心配、プラスマイナスの岩橋さん芝友状態のツイート止まったと思ったら TikTok ライブ始めてたから見に行ったら、明るくみんなのコメント読んだりしつつ話しながら泣いてて本当に心配になった、誰か今すぐにでも駆けつけて病院連れて行ってあげてほしい、偉い大人たち何してるの、プラスマイナスの岩橋と芝友で分かったけど、躁うつ病と SNS って最悪の組み合わせだな、プラスマイナス岩橋の暴露で今躁うつの躁状態だから誰かスマホ取り上げてみたいなポストしてる人いて、は家族いるだろうと思ったら離婚したのか、そらやばいかもね、吉本興業プラスマイナス岩橋さんを止めたれよ、あの人漫才界の宝やぞ、プラスマイナスの岩橋さんもかつての芝優もおかしくなってんのは
メンタルのせいだから誰かが介入して病院なりに行って適切な対応をしてあげないと取り返しのつかないことになると思う。特に岩橋さん、騎士燃料で門前払い受けてるなら行っても無駄って考えになってそうだし、プラスマイナス岩橋さんの言うたらあかんこと言うてまう病気ってこんな時のための振りやったんすね。言われた芸人は絶対に怒れないもんね。最強すぎる。目撃談も多いけど、今田さんはフェイクファーのコート着て超愛想悪く歩いてるもんね。今日見てからそんな格好せえよ。三河健一にしか見えなかったぞ。岩橋最高。今田浩二はもういいからプラスマイナスをもっと出してほしい。テレビ局の人よろしくお願いします、と心配の声が寄せられています。続いては立花隆がフットボールアワー後藤輝元の女性問題を暴露した件について紹介します。1月18日に立花隆は自身の YouTube チャンネルにて、松本人志さんに関する真実、もっと言うとまっちゃんっていうよりも吉本興業の話ね、で匿名の方が情報をくれてます。はじめまして、大阪 NSC 女です。まあ要はまっちゃんが一気で、この人は今から10年以上前に入った人としか言いません。ちょっと個人が特定されちゃうんで、いわゆる吉本の女性芸人です。で、芸人さんたちはいつもやれる子紹介してって言われる。吉本の女芸人に対して吉本の他の芸人は性行為させてくれる女紹介しろってばっかり言ってるらしいんですよ。で、無理ならお前がやらせろよとかいう先輩もたくさんいました。お前女連れてこなかったらお前やらせろよって言ってるわけですよ。これが日常茶飯事なんですね。で、今田さんが大阪収録の時は必ず南のカラオケ店の一番広い部屋を予約し、女の子を連れて行く飲み会とかがありました。その女の子のアテンドを何度も頼まれました。これ今田さんって今田浩二のことで、実は今田浩二は週刊現代にいっぱい女性問題書かれたけど裁判勝ってるんです。ところが裁判勝ってるけども実際はやってる。はっきり言っとく、今田やってるよな。俺知ってるから、訴えてこいよ。俺知ってるから、実はだから証拠を潰しに来てるわけよ。今田の事件は15年前だから。だから女の子に対してお前裁判所で喋っても何の得もないぞと、俺仕事やるから黙っとけって潰しに行くわけよ。そういうことができた時代やろ、15年前とか。今田かかってこいよ。俺松本にも喧嘩売ったけど、まっちゃんに関してはかわいそうと思ったけど、別にまっちゃんの味方してるわけじゃないで。これ以上まっちゃんいじめへんっていうだけの話。今田かかってこいよ。で、他にも名前が出てきます。プラスマイナスの岩橋くんは暴露みたいな X をしています。岩橋くんが X でいろいろ言ってるんだけども、しょっちゅうやり捨てしたり何またもしてましたし、人のことは言えないです。要は岩橋は何を書いてたかっていうと、先輩に女紹介しろって言われて紹介をしたら、そいつが女をどっか連れて行って、でその連れて行った先輩の名前は出せないけど、今回松本さんがそういうことすると思っていませんでしたってテレビで言ってるのを見て愕然としたと。お前もやっとるやんけみたいな。もう吉本興業の内部もボロボロになってるわけで、その名前が出てきてて、新喜劇のなんとかさんはいつもやれる子を探してました。そして有名どころで行くと、フットボールアワーの後藤さんは結構いろんな女の子に声をかけて連れてきた印象で、アテンド役もしていました。フットボールアワーの後藤くん、俺の昔の彼女、お前に声かけられとったで。俺の昔の女優の彼女や。だから女性を口説くのはあかんって言うて変で、かまへんねん、隠すなって言ってんねん。これね、フットボールアワーの後藤くんも出てきてるし、もちろんね、昔大阪でパチプロやってた時に、うちの内子の女の子が吉本の芸人にめっちゃ声かけられてコンパとか言ってるの知ってるから、もう隠すなよお前ら。吉本興業として女の子集めてエッチなことしとったんやろ。それはええんちゃうんか。別にそれを隠さずに、吉本って入ったらお姉ちゃんとめっちゃ遊べんねん、浮気もし放題やで、それを認めてくれる会社やねんでと。でもそれをやる会社はテレビ局やスポンサーはダメだから、これから YouTube でやりますでかまへんねん。芸人に対してそんな誰も求めてへんで、お前らに清廉潔白を。何を今頃隠してんねんって話。そういうことでいろいろと告発も来てますと、フットボールアワーの後藤輝元と今田浩二の女性問題について暴露しました。いかがでしたか。本日はプラスマイナスの岩橋が今田浩二の性接待と、ダウンタウン浜田のドッグフード事件について暴露した件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。